遅れちゃいました。4時に起きなきゃいけないの僕は。はい。そういう飛行機を選んだんで。ああ、俺も4時に起きたけどね。昨日あまりもやることなくてすぐ寝たから。あったですか。酒飲んですぐ寝た。あったですから。中洲とか行かれたんですか。ラーメンだけ食いった。ああ、あのプリンス、あれね。昨日営業の人間が運転をしてました。すいません。どうもこんにちは、清水です。よろしくお願いします。松倉です。清水です。よろしくお願いします。よいしょ。じゃあよろしくお願いします。すいません。長旅なんで、あの、お手洗いとか、あの、解体、フィルとか、あ、パソコンとかあったら。いや、もうお腹はね、食べたから大丈夫。大丈夫ですか？どっかで一回。いや、コンビニで。はい。これ何時間ぐらいかかるの？2時間。長いね。横になってても大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。ありがとうございます。2時間か。2時間です。うまくいって2時間です。まもなく左方向です。向こうに行ったら何をするの？その先左方向です。すごく真面目に言った場合と、うん、不真面目に言った場合2つあるんですけど、うん、真面目に言うと、うん、そのスーパーフォーミュラっていう、うん、その四輪モーターレースのエンターテイメント性を高めるための施策、うんうん、これをそのデジタル面から考えたいにあたって、まあ余談なしに見ていただいて、うん、その何が悪いのか、何が悪いのか、もうなんかダメ出しから始まるの？え、だって 僕もそうですけど、マツダなんかはもう完全に目が曇ってるんですよ。好きだから。ああ。その悪いところを見えなくなってるんですよね。ああ。こんなものが、その、エンターテインメントとして客を集めようなんておこがましいというような視点で。ちょっと待って待って、問題意識として、すでに客が集まってないってこと？そこにいるのは、あの、ちゃんと好きな人たちが集まってるんですけど、うんうん、その、例えば、昔みたいにその、夜のニュースで結果が放送されることもないし、うん、スタンドが満員になることもないし、ツイッターでバズることもないわけですよ。あ、今やその忘れ去られようとしてるけど、ただ集まる人はめちゃくちゃ熱量が高いから、うんうん、中にいるとあんまりなんかその別に不人気ってことないんじゃないっていうふうに思えなくもない。うん、けどこう冷静にこう世界全体から見るとすごく、てか日本全体から見てもその沈んでるスポーツなんですね。まあオートレースみたいなもん。お、まあ、でもあれ賭博だからな。そうですね。放映賭博なんでまた。けど、まあ、いやでも同じことですよ。要は、その、ありとあらゆるエンターテイメントの中に、その、自分をその、こう、位置づけたときに、どのぐらい箇所分時間を、取れるのかっていう争いですよね。すでに、博多駅から往復4時間の時点で相当な離脱があるよね。すでにそこチャンスしてる。ちょっと待ってください、待ってください。早い。まず、早い。九州において、国際企画というですね、クオリティを、クリアしたその四輪レースができるサーキットはこのモートポリスしかない。だから少なくとも九州の人はその好きな人はここに来てくれるはず。なるほどね。そう。あの必然的に行くと。そう。スーパー GT ってやつとそれからこのスーパーフォーミュラっていう2回しかこのビッグレースがないので、うんうん、まあモータースポーツ好きはあの変やこれちょっと来てくれるだろうけども、まあおっしゃるようにあの次の試合が気になるからその行こう。東京からでも北海道からでも行こうっていう人はまあいないですね、なかなか。なるほどね。でもその例えばコンサートとかだったらまあそれこそこう日本中に行くじゃないですか、はいはい、ファンは、はい、大阪公演だったら大阪に行くし、名古屋なら名古屋行くし、熱心に行くよね。そうですそうです。もちろんまああの違うエンタメですけど、そのそこまでしたがらない、したくない、できない、したいと思ってもらえない、そういうことですね。のはなぜか。そうです。それを探るんだと。でも我々からはもう見えなくなってる。そんなに好きなの？この人はそう。そうですね。私はもう完全に盲目です。やばいですよ。盲目。本当にやばいです。あの、今日行く先とも全然プライベートで行ったことない。右方向です。埼玉住んでますけどね。ああ、なるほどね。埼玉住んでるのもガレージが持てるからとか。いや、違う。そういう理由ではない。やる方じゃない。あ、そうなんですよ。私、車、モーターレース、あのスポ
モータースポーツ見るくせに車は持ってないですよ、うん、あそうなんだ、結構かいろんな車を借りる感じです。和尚がね、だって和尚レース出てるもんね。和尚いや、佐拓磨。ああ、そうですね。和尚とかも、だからどっちかっていうともう完全にインサイドの人だから、はいはい、なんか、まあ、狂ってるわけだよね、きっとね。そうカーキチってやつだね。よく言いますけど、100円玉をばらまきながら走るって言いますからね。タイヤ1本、その1回のレースで潰すわけですよ。それがいくらするかっていう話で。なるほど。うん、それで何この盛り上げたいの？そうですね、あの立場上盛り上げたい。ただその盛り上げるにあたって、今はまあ課題としていわゆるその最近の入ることでキワカファンというやつを、うんうん、それこそそのおよそ700まあこの間お見せしたそのテレメトリが見えるアプリみたいなやつ、うんうん、ああいったものを入れる気すらない。そのものがあるかどうかなんて知らないし、うんうん、まあ、そもそもその普通の車とフォーミュラカーの違いもよくわからんっていう人がちょっと気になるなって言って少しでもその関心を向けてもらうにはどうしたらいい？なるほど。その裾野がなければその上の方に行ってくる、あの上がってくる人もまあ増えないわけで、工業の持つ本質的な問題だな。おっしゃる通りです。およそ300メートル。なるほどね。